おはようございます。西田渉です。えっと、本日の東京はですね、曇りですね。で、湿度もそんなにないのでね、今日は過ごしやすそうな一日になっております。で、僕がね、えっと、結構、 月曜日火曜日っていうのがですね今日、火曜日なんですけれども意外とねちょっと週末感といいますかまったりできる日になっておりましてといいますのも,も僕、水曜日、土曜日がライブ配信をしているんですね夜の9時からで土曜日もライブ配信しているとで日曜日は、えー、西田るフォトカレッジ WNPC の写真公表会というのをねしているんですよね。皆様が えと撮ってきていただいた1週間でね僕はお題を出すんですけれどもフォトカレンジで、ね、でお題を出したお題で、えっと、今週は黄色か今週は黄色っていうお題を出してます黄色の写真をね皆さんがこうアップしていただくとでそれを、えーとまあ、最近は有料の講習会なんですけども有料で皆さんね Google フォトにアップしていただいてそれを写真を僕が公表していくっていうねそういったことを日曜日の夜にはやっているので。 ででなので日曜日もねやっぱ結構その準備ですとかそしてこのサブチャンネルそしてメインチャンネルですよねを制作してさらに写真講習会の準備をしてとかってやったりしてるとね結構日曜日もバタバタしてるとで月曜日に朝になり午前中にまたね今週1週間のお題を出しながら、えー、写真講習会の好評会のねチケット販売っていうね準備をしたりとかしてオンラインで販売してるんですけども、えー、ストアでね僕のストアで。 で販売しているとそういったところでねやっと月曜日の午前中にね一、えっと、つこうえっとまあ週末になったなっていうかね一段落したなって感じなんですよね。でなので一番今日みたいな火曜日の午前中っていうのがねもちろん今日もこのサブチャンネルとねそしてメインチャンネル。 のやっぱね、えっと、去年の10月2019年の10月21日から約1日1本配信するぞっていう目標のもと YouTube を始めておりましてまあその今途中って感じですよねなので半年以上が経ちましたそれで大体サブチャンネルもね途中から始めまして、えっと、何人をきっかけだったかな1万人近く登録者メインチャンネルが1万人近くをきっかけに、えっと、サブチャンネルも始めようということで始めてこういったねサブチャンネルは もう一切台本なしで10分間ぐらいをねもうそのままラジオのような形で皆様に聞いていただこうとラジオですらね普通は台本があるからある程度はねそれに即してあのラジオの、ね、作家さんが書いた、ね、台本を読み上げるような形であとはアドリブ聞かせて演者がね進めていくんですがこれは台本もなしで10分間ひたすら 喋り続ける一つのお題を決めて喋り続けると、まあすごいね、えっ、ー、とめちゃくちゃ訓練になってはいるんですよね。じゃあ用意どんで、はい喋ってくださいって言われた時に喋っていると、<laughs> これもね、もう今ももちろん全然台本なしっていうところなんですよね。なので自分自身もね、本当に自分自己成長に繋がっていることを感じておりますね。自分が思ったことを、えっ、ー、と明確に、なるべく明確に分かりやすく言語化していくと、喋るって言語化するってことですもんね。皆さんに伝えていくと。 なので写真っていうのはもちろんこうやって撮って写真っていう名のねこのビジュアルイメージとかね絵みたいな形を皆様に視覚効果で伝えていくんですが視覚効果の伝え方も僕はこういう気持ちで撮ったんだよっていうことを言葉で言語化できる。 上手に、ね、言語化できればより訴求しやすいですよねとまずは僕自身の人間性に興味を持ってもらえるっていう意味でもこういった言葉にして皆様とね一人で一人で喋っていくっていうことは非常に重要だなと思ってましてこれはねなかなか後々になって気づいてきたスキルではあるんですけれどもなかなか有用なスキルだなっていうふうに最近は思っておりますね。 人前だけでなくこういった形で、まあ、10分間なりねもうひたすら喋り続けるってなかなか普通の人じゃできることがないと思いますし1年前の僕だったら間違いなくできていなかったのでチャレンジしようっていう思いのもと続けているうちにこのサブチャンネルはね非常に自分の。 ためになっているとそして聞いていただく方もねこの動画を全然見ていただかなくても構わないと僕は思ってましてむしろね音声だけで何かの準備の傍ら僕のこの話を聞いていただくとかねそういうポッドキャストのようなね形で 聞いていただけたら嬉しいのかなっていうふうにね思っております。っていう形で、えー、とごめんなさいちょっと長くなってしまったんですけれども、えー、と今日はねこの EOSRP についてお話ししようかなと思っております。で RP ねやっぱり良さっていうのはまず軽さですよね。軽さと2600万画素かな映りがいいと。で僕とかだと,、えー、と YouTube のねこのサブチャンネル今日は EOSR で撮影してますけれどもほとんどのメインチャンネルそしてサブチャンネルのね収録 ってていいうものをねね結構しているんですよ、ね、なのでムービーも撮れる僕にとってはねムービーも撮ってでさらにスチールも僕はライカのレンズがつけてマウントアダプター遊びとかもしているそして97,800円っていうね、えー、とマップカメラ余一で激安で購入できたっていうでフルサイズですよね。 もうなんか言うことなしのカメラってここまで来たのかってね驚かされるそして感謝しかない機種っていう感じなんですよねおそらくね僕の影響も多少あるのか購入されてる方もねいらっしゃると思うんですよね僕の、えー、西田たるフォトカレッジの受講生の方も結構 RP で撮られてる方もいらっしゃいますし RP 購入しましたって方もね結構いると思うんですよねいらっしゃるとでももちろんねいいカメラだと思うんですよねオートフォーカスもデュアルピクセル C もセーフ優秀ですし一度ねちゃんと決まったピントが決まったものに に関しての精度はめちゃくちゃゃく高いですよねその胴体をね追っかけるってなるとさすがに様子 R とかの方がやはりクオリティ高いかなっていうのはねどうしてもありますけれどもとはいえねもうちゃんとした写真を写すっていう項に関しては非常に安定したカメラかなっていうふうに思っております。で今日なんで EOS RP を説明しようと思ったかっていうといよいよね EOS R5 もねもう来月7月にはおそらく出てくるであろうっていう流れですよね世の中的にそういった時に。 えっとどのカメラ残っていくかなってふと思ったんですよ。残っていくからで僕にとってですよ。僕は EOS R5 は出ると同時に予約そして発売したらすぐ手に入れようと思っているので、そしたら EOS R5、EOS R、EOS RP、そしてね他のカメラはえー、っと 5D X、5D SR、5D Mark IV とそういったね今の僕のカメラ構成になってくるんですけれども、でそういった時にまあ 5D ヨす,す R5 が、ね、メイン機種になるであろうということが想定される中で RP なのかヨス R とかどの辺が沈んでいくかなということを考えた時にね、まあ、残るのは RP かなぜかっていうと先ほど申し上げた軽さとヨス R5 とヨス R はおそらくね重さはほぼ一緒かなっていうふうに考えているんですよね。 でそういった時に重さが一緒でってなるとまあ必然的に僕としては絶対に EOSR5 をねもうひたすら使いまくることになると思うんですよ。まあ、レビューもしたいですし、まあ、純粋に性能もね5,000万画素級4,500万画素ぐらいできそうだからめちゃくちゃ上がってるじゃないですか。ローのね ローの素養とかも見たいですしとかで、まあヨス、e、R とかを使っている時間はないかなっていう風な想定がされてるんですよね。ただヨス、e、R がじゃあそれでいらないカメラになるかというと、実はですね最近の最近あのヨスウェブユーティリティ ユー<ん>スカメラ、ウェブカメラユーティリティ 4Mac って言ってね、そのこの、今、ユース R で撮影してるんですけども、ユース R を使って、えっ、ー、と、オンライン会議、オンラインミーティング用のカメラにすることが、ウェブカメラにすることができるんですよ。<え>で、そういった時に、なぜ RP でやらないのかっていうと、ユース R の方がですね、バッテリーが LPE6 で大きいんですよね、容量がね。っていう時に、確実に長い時間稼働してられるってことを考えると、 やっぱね、予算の有用性が出てくるんですよ。RP とかだとね、やっぱ1時間ぐらい、ムービー回しっぱなしにするとね、この LPE17 の電池だと、やっぱね、これしかないですから、薄さがね、これだけ、超薄いじゃないですか。ね。こうなると、やっぱね、1時間持つか持たないかなんですよ。そんと不安ですよね、やっぱね、あのミーティングした途中にね、あのウェブカムが落ちちゃってなると、話の腰も落ちちゃいますし。で e o s r とかだと LP6 の N 一番新しいバッテリーだとおそらくね1時間半ぐらい持つんじゃないかなっていうね予想なんですよねこの感じだとうんそう考えるとやはりバッテリー容量が大きい予 o s r を Webcam で使いつつ今もねこのサブチャンネルは予 o s r で撮影しているとんあれ待ってよってそのスチールとしては e o s r 5使っていくけど R を据え置きにして Webcam 兼こういった収録カメラ そしてはもう据え置きでいいのであれば EOSRP じゃなくて R でよくないかっていうふうに思い出していると引き続きね僕もおそらくまあ緊急事態宣言は解除されましたけれども今後もね多分このもういちいち人と会ってわざわざ会って打ち合わせするっていうよりかはもうウェブカムで成立することが多々あるかなっていうふうにね感じ始めているんですよね。そういううい時にはもうここ末置きでウェブカムのオンンライン ミーティング環境もうそろそろ整えようかなっていうのもあったりしてその時の予良さあるかなっていうふうにも思い始めてるんですよねもちろん DC カプラーキットをつけて、えっと、バッテリーをねあの AC から取れば何ら問題はないんですけども全て解決なんですがやはりねそのケーブルってやっぱない方が理想なんですよねでいざとなったは終わったってはこうカチャッて開けてあの下からバッテリー抜いて差し替えればまた。 ね、リフレッシュできるっていうかね、それやっぱ有用性高いですよね。で、1時間半を超えるもうとんでもないミーティングっていうふうになるってなかなかないですし、まあ今後ね、ライブ配信をしていく、ウェブカムでもしもライブ配信するってなったら、さすがに DC カプラーキットの購入はマストかなってなるので、まあ A10 ミニとか来てね、その時はその時でもう一回考えればいいかなっていう、現状は <laughs>、 EOSR のこのバッテリーがまあ間違いなく潤沢にあって撮影していくっていうところでやりつつそしてまあ DC カプラも考えてもいいかなぐらいで今後行こうかなというふうにね思っておりますね。っていうところで難しいですだからいろんなねやっぱりこのそ,それぞれのカメラのいいところ悪いところってありますから R ピアノがほんと軽い分だけバッテリーが持たないとかねそういったところもあると。で ただ、これでもしも長い時間ムービーとかが撮れたりすると、これ本当オールインワンでいけるんだけどなとかね、本当いろんな要素が絡み合っててね、本当に軽いですからね、これ 500g ぐらいなんですよね、バッテリーと入れて。 そう考えるとね本当に悩み楽しい悩みが尽きないって感じですね最近ではね EOSR5 をもうメイン機も,うもしかしたらムービーも撮るかもしれない EOSR5 でねいろいろ試すかもとこういったねサブチャンネルも撮るかもとっていう中でも据え置きでねマウントしておきながらもう固定完全固定カメラだったら DC カプラがあればねもうこの RP をもう完全固定にするカメラにしてもいいしとかだけどこれはねお散歩カメラとしても今後持ち歩きたいかもなとかね <laughs> いろんな悩みが出てきててまあ 嬉しいい悩みですよね皆さんんもそういうのってありませんか例えば今後こういうカメラを買ったら、えっと、今持ってるカメラこういう風に運用してとか何かねそういったことを考えるシステムを構築するっていうかね考えるの楽しいですよね僕も大好きなんですよねそういったことがね。っていうところでね今後 EOSRP ってていいううもももののにに関しては僕の中ででかようにでももちろんウェブカムとしても使えるウェブカムに特化したカメラにも今後置き換えることが可能ですし、ね、10万ぐらいでねフルサイズで綺麗いでで、うん、とマウントアダプター遊びもできる l i カのレンズをつけてこうねシャッターオンもちっちゃいですからすごくねそういった意味でもこのぐらいのシャッターオンなんでね手ぶれもしにくいってことでボディ内手ぶれ入ってないけど手ぶれもしにくいから。 結構ね、相性いいんですよね。その、ちっちゃいね、マウント、あの、ライカレンズとかとね。そういった意味でもね、ライカレンズつけても 700g ぐらいなんでね、すごい持ち出しやすいんですよ。旅カメラとしても OK。で、ウェブカメラとしても、ウェブカムとしても今後使える可能性ももちろん秘めてる。DC カメラー突っ込んでね。 うん、っていうところでね、悩ましいです、本当に。今はね、とりあえずウェブカム兼、こういった形の収録は、よそあるで、もう一回復活させてやっていこうかな、というふうに思ってますね。っていうところで、いろいろと今僕もまた再構築っていう形で、楽しんでね、カメラライフを送っていこうかな、というふうに思っております。という形でね、皆さんは今日も一日、健やかに一日をお過ごしください。それではまた、西田渡でした。どうも。